平野紫耀、三宅健、戸部、ジャニーズの新たな結びつき、ジャニーズ事務所のアイドルたちが多くのファンから愛されていますが、中でも三宅健さんは、その存在感とアイドルとしての姿勢が注目されています。滝沢秀明氏率いる戸部に加わった三宅健さんが、平野紫耀さんと神宮寺祐太さんとの関係、そして戸部での特別なポジションについて、 ファンに興味深い話を披露しました。本記事では、三宅健さんの魅力と飛べでの彼の役割について詳しくご紹介します。三宅健さんの飛べファミリーとの交流、三宅健さんは、飛べファミリーとしての存在感を示しています。飛べファミリーには、平野耀さんや神宮寺雄太さんといった、ジャニーズ出身のメンバーも含まれています。彼らの交流は、 ファンにとっても楽しいエピソードとなっています。かき氷愛と金プリ愛三宅健さんは自身の好物であるかき氷についても語っています。特に注目すべきは、ペプシのかき氷に関するエピソードです。三宅さんは、ブルーとレッドのソースが半々にかかったかき氷を公開し、それについて説明しました。このエピソードから、 彼が平野潮さんと神宮寺祐太さんに対する愛情を滲ませていることが伺えます。平野潮さんへの名前呼びファンにとって感動的な瞬間の一つは三宅さんが平野潮さんを名前で呼ぶようになったことです。以前は平野さんと呼んでいた三宅さんが名前で呼びかけることに踏み切った瞬間はファンにとって嬉しいサプライズでした。 飛べでのポジション、滝沢秀明氏は、三宅健さんに飛べでの特別なポジションを期待しています。三宅さんは、飛べうちでの兄気分としての役割を果たし、平野志洋さんや神宮寺ゆうたさん、そして新たなメンバーであるイムプに対しても同様に接しています。その結果、イムップとの交流も生まれ、ファンにとっても楽しい瞬間が訪れています。アイドルの鏡としての、 存在三宅健さんはアイドルとしてしっかりと生きる姿勢を持っておりその姿勢は多くのファンから称賛されています。特に危機管理についての説明や写真を撮ることのリスクについての説明はアイドルとしての責任感を示すものとして大いに評価されています。ジャニーズ事務所の諸さジャニーズ事務所内でのアイドルたちの脆弱性も露呈しています。 若手アイドルたちに対する指導や先輩後輩の関係が失われつつある中で、三宅健さんのような存在が貴重であることが浮き彫りになっています。三宅健さんは、戸部での特別なポジションを築き、アイドルとしての姿勢を示し続けています。ジャニーズ事務所内での脆弱性が露呈する中で、三宅さんの存在はファンにとって心強いものとなっています。今後も、 彼の活躍に期待が高まります。